マジで訴えられてツイキャス終わったら、それはないかな、終わるとかはないんじゃない。ツイキャスが考えているコメントが流れるっていうものとニコニコが考えているものが違うんじゃない。だからツイキャス的には自分たちで調べてニコニコの特許に侵害するようなことはないと踏んだんだけど、ニコニコ側はいやいやそんなことないですよ、侵害してる可能性ありますよって言ってる段階じゃない。だけど知的財産権とかいろいろ考えるとツイキャスはなんかやや不利な気がするけどね、俺的に。訴えたりするのかどうかは知らないけど、謝って済む話なのかね。だいぶニコニコを怒らしてる気もするけど、なんでそれをしたのかわからないよね。今までやってなかったのに、ニコニコが落ちてるから今だったらやれるかも、チャンスだったら、ちょっとだいぶ性格が悪い気がするし、その予告なくエフェクトは終了しますって書いてあることから、なんかちょっとだったらいいよねっていう感じがしてて、対応としては心象はよろしくないよね。なんか怒られたらやめますみたいな感じしない？例えばツイキャスがね、特許の部分に関して問題ないと思ってるんだったら、堂々とベータじゃなくてオープンでやればいいし、期間限定って言わずに予告なく終了しますとかも言わずに堂々ってやってればいいのに、その他社に対してその特許侵害がないと、自社で調べたところ問題ないと思ってやってるくせに予告なく終了しますって言ってんのは、なんかやばくなったらやめるわっていう風に聞こえるじゃん。だから配信サイトの印象心象としては良くないよなと俺は思うんだよね。後ろめたさがなんか感じられる。一応自分の会社では大丈夫だと思ってるけど、怒られたらやめめーすって感じしない？言ってることわかる？ツイキャス萌え的には問題ないとは思ってるんだけど、あまりにも怒られたらやめるから、いきなり終了しちゃうかもテヘペロって感じしない？だからそれ保険かけてるやんね。だって本当に調べてて問題ないならどんどんとやらへんですよ。そう、自信があるんだったら、自信のなさが感じられるじゃん。だけど今ニコニコ落ちてるし、やっちゃえって感じがするんだよ。それがなんかツイキャスとしては悪手じゃないって話。いや、そのまあ訴える訴えないとか大事になるならないの問題の前に、そのツイキャスのスタンスとして、自信ねえのにベータっていうことにしていつやめるかわからんよっつってちょろっとやってんのがすげえかっこ悪いし、なんかそのやり方が俺は気に食わん。まあ使っとるけど、なんかもっと堂々とやらいいのに、なんかこれでなんかニコニコに弱み握られたら、その時点でさ、なんかニコニコの下みたいになっちゃうじゃん。ああでしょ？ニコニコに強く来られたらどうすんだって話になるんだよ。だって俺たちはそこを使ってるユーザーなんだから、ツイキャスのユーザーなわけじゃんか。気持ちよく使いたいわけだから、機能もそうだしね、配信もそうだし、なんでそんなことしたのって俺思っちゃうんだけど、俺だけこうやって考えて、なんかどさくさに紛れてやってる感あるじゃん。今こそ攻め時。いや、正式版リリースするんだったら別にいいと思う。ああ、ツイキャスはツイキャスで問題ないと思ってやってんだな。あとは大人の問題でどうなるかなって話だけど、ベータでやって予告なく終了するって言ってて、でもうちとしては他社様の特許を侵害してないですよって、おかしいやん。いや、問題ないならちゃんとやれよ、堂々と。なんで予告なく終了するの、意味がわからん。そんなことだったら花からニコニコに一本入れときゃいいやん。いや、うちとしては自社の調べでは、あの御社の特許に特許侵害することはないと思ってますと。で、期間もそのニコニコが復活するまでとしておりますと。ね、一報入れれば別に問題なかったので、その一報も入れずにこういうことしてからこういうことになるわけじゃん。いや、一報入れてないよ。だから栗田さん連絡来てないって言ってんだから。勝手にやられたって言ってんだから。そのくせ、一文ね、あって、その、他社様の特許を侵害してない。まあ、なんで書いてあるかっていうとね、はっきり言うと、そのまま文章で言うと、書いてあるんですよ、ここに。投稿されたコメントを画面にランダムに流します。録画は表示されません。皆様が安心してご利用いただけるように他社の特許等を調査の上で実装しております。このエフェクトは予告なく終了します。書いたんですよ。そう。だから、赤松が、モイの調べでは問題ないと思ってますよって話。なのに予告なく終了するのはなんでなんて話やん。予告して終了すればいいやん。なんでよ。みんなが安全に使えるように自分たちは調べたはずなのに、なぜ予告なく終了するんですか？なんでベータなんですかって話じゃん。そう。どう考えてもニコニコが落ちてる間にどさくさに紛れてニコニコっぽいことやったって思われたって仕方がないわけですよ。そうやって思われたくないんだったら、一応自分の会社ではちゃんと調べたんだけど、ね、その特許侵害もしてないと思ってるんだけど、一応ニコニコさんには一報入れましたって言った方が気持ちいいじゃん。
って話じゃん。そもそも流れるコメントってのはニコニコのもんだからね。あの流れるコメントってのは、うん、なんで一言入れなかったのかが全くわからない。いいじゃん、別に許可を取る必要はないよ。許可を取るんじゃなくて、なんで一言入れないのっつって、わざわざ別に下手で言ってさ、許可を取りに行くとかまでじゃなくて、自分の会社が問題ないと思ったらやればいいんだけど、一言言っとくだけで違ったんじゃねえのって話なの。で、結局栗田さんは連絡来てなくて、いい気持ちしてないわけじゃんか。ニコニコとしてはいい気持ちしてないわけじゃん。だけど8月5日に復活もあるから、今はちょっと動けないけど、って言って、でもちょっとこう、法的なことも匂わしてるわけやん。こんなことになっちゃってるわけやん。いや、これは俺はツイキャスの落ち度だと思ってるけど。なんか自信があるのかないのかわからない、すげえ中途半端な機能じゃねって話。うん、なんでこういうことしてんのかなと思っちゃう。いや、自信があるなら堂々として、自信がないなら一言連絡して、自信があっても連絡するのが一番ええと俺は思うけどね。配信サイトと喧嘩していいことなんかないし、大人の話になったっていいことないじゃない。時間と金も使うし、なんでうまくやれないのかなって話だし。でも逆にニコニコにも言いたいんだけど、オタクらはまずね、お前らの落ち度でニコニコがランサムウェアハッキング食らってね、テロリストに乗っ取られて2ヶ月以上も配信サイト落としたんだから、今は調子乗んな。ニコニコにも言いたいけど、まあそれとこれとは別っていうかもしれないけど、今はまずは再開に向けて集中せ。ほんならお前ら切れ取る立場じゃないぞ、お前ユーザー、うん、に対してはね、うん、まずはな、もう忘れたんかって話だからね、お互いにな、うん、だけど今回のことに関しては正直ツイキャスが、モイが一言入れるだけで良かった話だから、いつも普段ツイキャスを使ってる身としてはどうしちゃったのかなと思ってる。ニコニコの方を持つわけじゃないんだけど、ニコニコからすればいい気分しないじゃん。そっくりなコメント流れて、でも仕組み的には問題ないんですって。おーおー、楽しいやん、ちょっと調べるでって話になるやん、うん、例えばじゃあノリラジで考えた企画を他の配信者が俺に一言もなくパクって、おいって怒ったらパクリじゃないです、細かく見ればパクリじゃないんですよって言われたらどう思います？そういうことかと、誰が見たってパクったかもって思うようなことだったら、こういうことを俺に言われないようにするために一言言っといた方が気持ちよくできたわけじゃない、企画も相手が、で俺もって話なんですよ。だからなんでもう言わないのかなと思って、どう考えてもタイミングも悪くてさ、どさくさに紛れてやったろって思うやん。なんでやったのって話やん。ニコニコが落ちてる間、ニコニコにいた人たちがね、ニコニコユーザーが追加しに来てくれて、その人たちを手放したくなくてこういうせこいことをしたのか、それともニコニコユーザーがしばらくうちで遊んでくれて美味しい思いもしたから、あのニコニコに返す意味でニコニコをある意味宣伝する意味で流したのか、まあいろいろ考えようはあるんだけれども、うん、ちょっと謎っすね。俺は絶対裏で繋がってて仲良くしててやったもんだと思ったのに全然外れちゃった、うん、しかも良くない方向に外れたなって思ってね、ちょっとね気にはしますけど、俺はそういう風に思ってます。まあ皆さんはどう思いますかって感じじゃない。だって今まで流してなかったのになんで今、正直なんか考えてるだろうと思わない？今まで流してきてなくてですよ、ずっと何年も何年も何年もやってなくて、なんでこのニコニコが落ちたタイミングで流したのよ普通に。じゃあなんでもっと前からやんねえんだよ。で、予告なく終了すんの？はぁ？それはニコニコさんはいい風に思わないだろう。逆にじゃあツイキャス、あ、ニコキャスの恨み？あの、セミの寿命より早く亡くなったあの、ニコキャスって前ニコニコにあったよね。キャスパクったんかみたいな名前でさ、ニコキャスってあったの。ニコキャスの恨みか、名前パクられたみたいな、多分知らない人のがほとんどだと思う。前にニコキャスっていう配信サイトがニコニコにあったんだよ、ツイキャスみたいな。ほんでもう誰もがツイキャスのパクリだって言ってたんだよね、あの時ね。だけどサイトが未完成でローンチされてアップされて一瞬にしてなくなったっていう、セミより寿命が短かったって、何日かでなくなっちゃったんだけど、そう、なんかホリエモンとかが UI を絶賛したんだけど即なくなったね。ニコニコからしたらキャスを避難所として自社サイトにもキャスの裏で載せてた。あ、そうなんだ。なんかニコニコはキャスと仲良くやれたらいいなっていうスタンスな気はするよね。なんか連絡くれたらよかったのにみたいな感じからすると、どっちかというとね。だってニコニコ超会議ツイキャスで生放送させてくれたもんないぜ。
自分の会社の自分の配信サイトのイベントでどこのサイトでもやっていいですよってないよ。ニコニコ超会議だってツイキャスで俺ら やらせてもらったやんか。なんでよってなるよね。うん、だからニコニコはどっちかっていうとまあ同じ配信サイトやし持ちつ持たれつやりましょうやのスタンスだと思うんだけどな。いやマジでわからない。なんでそのなんかマジでその一歩入れなかった理由がマジでわからん。それでお互いウィンウィンだったはずなのに。モイの調べでは他社の特許侵害してないから安心安全です。安心安全だから一言入れるんじゃないの？え？安心安全だから問題ないからこそ問題ないですよって言うんじゃない？モイは逆に、うん、普通さ安心させるためにちょっとうち数日やるんだけどっつって、ほんでだってこれでさ何もなくさ急にやめたらすげえ印象悪いよね。あーなんかドワンゴニコニコに怒られてやめたのかなってみんな妄想しちゃうしね。例えば明日とかね急にパッてなくなったら、いや8月5日とは言ってないよ。そう予告なく終了するって言ってるだけで、8月5日はただ配信者が言ってるだけ。ニコニコの再開時にやめるんじゃないかって、それはニコニコとツイキャスが裏でつながってて、まあ俺も言ったんだけど仲良くしてて8月5日まで遊んでるのかなと思ったから8月5日なんじゃないかって話よね。他の配信者もそうって言うって話で、別にその昨日のところに8月5日までとは書いてないですよ。期間限定としか書いてない。ニコニコは好きと嫌いが半々あるけど、でもモイの立ち回りはちょっと悪手だと思うな。だってそれで連絡しててうまくやればニコニコの人もさ見てくれるかもしれないし、ニコニコ配信者も使ってくれるかもしれないのに。だってこれでニコニコユーザーからすればツイキャスのイメージ悪いからツイキャスやりますって言ったら放送われるからやらなくなっちゃうじゃん。生主が絶対言われるわけですよ。と復活したらキャス行くって言ったらはって言われるじゃん。ニコ中からニコ時ニコバから言われるじゃん。おめえあんなサイト使うんかって言われる。でめっちゃ荒れるやん。ほな荒れたら使いづらいやんツイキャスで。誰が損するのってツイキャスですよ、はっきり言って。それ筋通しててなんならニコニコ運営からそうやって発表してもらって、いやツイキャスさんのそういう機能が一時的にありますなんてあれば、ある意味さねえうまくやれるやないの、平和条約やないですか。やりづらくなっちゃうね。なんかねこれで本当に大人の話になってドンパチになったら生主ツイキャス使いづらい。まあ俺らはニコニコ使うことないけど、やっぱ色違うじゃない配信者ね。ニコ生主はニコ生主にツイキャス使ってもらってツイキャスは美味しいしかないはずだから、今までコメント流してなかったのになんでそんなガバガバの状態でやったっていう、わざとかと思う。狂ったんかと思った俺マジで。うん、なんでやる必要ないのに、何そこまでしてニコ生主に媚びた。もういいわ。それはじゃあキャス主としてはいろんな人たちがっかりじゃない。そんななんかガバガバな状態でコメントを流してまでニコ生主やニコおじニコおばでツイキャス見てる人たちに媚びたんか。そういうことになるぜ。だって話したくなくてそんなことしちゃったの、今までやってこなかったのに。今回の2ヶ月で美味しい思いしたからよだれ垂らしちゃったの。やべえよ赤松。そうしたらあのなお前現場見てねえの。ニコ中なんかニコニコ第一主義なんだから復活したら帰るよ8割は。残るやつだってほとんどいない。残るやつはもともと見てたやつがこれからもちょろちょろ見るだけで、言っとくけどニコニコはニコニコが一番好きだから残らないからね。うん、もうあとみんな8月5日待ってるだけだから大丈夫か。もう仕方なく使ってただけだぞツイキャス。ねえこれぐらいは残るかもしれないけど新しくね。だって俺ももともとニコニコ使ってたから分かるけど、ニコニコおもろいってやつだからツイキャスおもろいと思うわけないやん。ないやん、絶対ないって言えるね俺。ニコ中がツイキャスおもろいって絶対ないって言える。 100% おもろいって言わない、あいつらは。絶対言わない、絶対に言わない。うん、なんならつまんねって言ってるよ。ないからいつくことなんて。いや違うとかじゃなくて、やっぱりみんな日本好きだよね。日本に生まれてるから、日本で育ってるから日本好きでしょ。それと一緒っすよ。ニコニコで生まれてニコニコが一番最初に見た配信サイトだったりとか、ニコニコが一番好きになった人たちだから自分の配信サイトが一番好きなんだよ。今はあの別荘みたいな感じで一時的に外国に来てる状態なんですよニコ中は。それはもちろん故郷が一番好きじゃん、愛国心が強いですよ。わかりやすく言うと
右翼みたいなもんです。で、実際、ニコニコの政治放送って右寄りの人が多いんで、マジで保守的で、排他主義で、自国が第一の人たちだから、それ以外全部クソって思ってるから、絶対ツイキャスがおもろいって思わない人たちだから。だから赤松が、こうして、やっちゃえつってコメント流したところで、じゃあツイキャスこれからも見よっかな、ツイキャス好きって言うわけねえじゃん。逆に怒るわ。こんなん栗田さんの出方次第で。バカか。なんでだよ。お前ニコニコと揉めていいことねえわ、ツイキャス。なんでだよ。上手にやれよ。マジ意味わからん。いや、横山みどりは、栗田さんが嫌いだから赤松の肩持ってるだけです。あの人は。あの人はニコニコ帰るんだけど、帰った時にあれって面白いじゃん。だからキャスにすり寄っておけば、次自分がニコニコで枠開けた時に、キャスに帰れって言われて、それで1万個目稼いでしこるタイプの人間なんで、いかに自分の枠を荒れさせるかってことを考えてるから、コメント書かせるかってことを考えてる。あの人コメント書かせる天才だから、もう仕込んでるんですよ。自分が次ニコニコやる時を、やる時のために、もう仕込んでるんですよ。ツイキャスから。今の段階から。だから、わざと、ああやって、赤松さすが、俺の話、聞いてくれてありがとう。って、ああやって言うことで、チラって栗田の顔見て、ふってやってんのよ。わざと。わざと、ツイキャスにすり寄ってるだけ。別にあの人、魂なんか全く売ってないから。ごちごちのニコ中なんだけど、ごちごちのニコ中だからこそ、次枠開けた時に、しれっと普通に放送やって、しれっと終わったらつまんないから、キャスにすり寄ることで、ニコ中を苛立たせるっていう。そういう手法なんですよ。うん。なんであれわざとす。別になんかツイキャスを好きになったとかツイキャスセンキューなんて思っちゃねえよ、あいつは。だったらもっと枠やってるじゃん。やんないじゃん。やっぱニコニコ好きだから。まあ、たまーになんか顔見せはするけど。なので、今仕込んでます、あの人。だって、ニコニコ復活したらみんな配信するじゃん、生主は。ブワーチクワチャーランキング埋まるわけやん。一番取りたいじゃん。そしたらいかに、キャス民っぽく、キャス主っぽくやっとくかって。大事じゃない？一番悪いやつ。赤松の名前使ってんだよ。中松が横山みどりが言ったからやったわけねえじゃん。だけどそうやって言っとけば暗黒リスナーやニコ生リスナーを煽れるでしょ。そういうことよ。自分のものにしてんのよ。そう言っちゃったもん勝ちだから。だけどやっぱ俺ら普段ツイキャス世話になってる身じゃん。なんか一報もないのは俺は良くない。俺は本当に良くないと思ってる。自信があるなら他者の特許を侵害しないと思うならより一言言えばよかったと思う。自信があるなら。自信がないから何も言わなかったのかなと思ってる俺は。逆に。うん。自信があるから勝手にやりましたじゃないでしょ。うん。ニコニコのことをちょっと思ってるんだったら連絡するくらい？ニコニコで美味しい思いをしたなと思うんだったら言うくらい普通。この2ヶ月、3ヶ月。ねえ、おマジでわかんないわ。本当に。おいマジで、本当にいきなりやめんなよ。8月5日ぐらいに。マジでダセえぞ。もうマジダセえぞ。本当にやれよこのままなあ。ニコニコ復活しても予告なく終わりますって。8月5日に辞めるんだから予告なくじゃない。最初から辞める日決めてるじゃねえかよ。なあお前ずるすぎ。最初から5日に辞める気満々なのに、じゃあなんで5日って書いてねえんだよ。なんで予告なくって言ってふわっとしてんだよ。ずるすぎでしょ。だってせこすぎでしょ。最初っから5日に辞める気満々だったんだぜって話やん。明日もし辞めたら、誰もが。ねえ。日本とフランスの柔道のルーレットと一緒で、90キロ決まってんじゃねえかって。舐めんなよって話よ。あれと一緒だよお前。桃鉄かお前。あれ。桃鉄の秋のマスやん。絶対辞めんねよ、赤松明日。明日辞めんだったら決まっとったよな。じゃあ最初から8月5日って言えよ。まあ、そしたらお前、ニコニコに忖度してるってなるから、書かなかっただけじゃねえか、予告なくっつって。決まってんのに。だ気になるのが、ベータって書いてあって、試しにやってみて、本格的に流す気でいるのかなとかもちょっと思ってんのよ。ベータを予告なく終了して、正式版で出しますよって意味なのかもしれない。うん。まあ、ベータってそういうもんじゃん。いつ終わるかわかんないじゃん。だから、ベータだからいつ終わるかわかんないんだけど、正式版をガチで考えてるぜ。もういいわ。っていう風にも捉えられる。いやもうちょっと見たいもん。なんか良くないけどちょっと満たされてきたわ。ニコニコと大人のお話絶対勝てないと思うけど、知的財産権でやられる可能性大。特許がどうこうっていうか知的財産でやられるんじゃないの。裁判やるとニコニコ負ける可能性があるから。そうなんだ。でももう法務部がチェックしてるんでしょニコニコ。どうなんだろう。
なんか裁判になっても勝てると思ってるんだったら、なんかこういう形でやってほしくなかったよな。栗田さんあれからなんか言ってる、なんか2回ぐらいつぶやいてたよね、そのツイキャスについてね。なんかそれかもうちょっとさ、じゃあツイキャス内でもさ一方出さないか普通、一番上のところ、わけわかんないアニメとか流す前にさ、そこにさ今回のことについてみたいな、他社様の配信サイトでこう言われておりますがと、ね、まあ、こう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 いう理由でうちとしては問題ないと思っていますとね、なんかそういうの書いてもよくない？なんかあんな一行で安心安全でみたいな、マルチみたいなこと書くなよなあ、マルチみたいな、そういうことじゃないだろうっていう、なんかもう言われちゃってんだから、許可もら許可取られてませんとか言っちゃってんだよ、向こうは、向こうはトップが言ってんだよ。そう、赤松もなんか言うべきじゃない、いつまでさ技術者だからえクリエイターだからって引っ込んでんのかわかんないけどね、えもう今の時代クリエイターだから引っ込んでますとかどうのこうのじゃないよ。そう、責任の時代よ、ある程度表に出ることも責任よ、ある程度表で喋ることも責任よ。ねえ、引っ込んでんのが運営じゃないよ。そう、昔と違うんだから、うん、なんかあったら責任取らなきゃいけないし、なんかあったら表出てこなきゃいけない、どんなところもそうよ、会社もそうよ、国もそうよ、どうなのよ、無責任じゃないですか、さすがに。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。